え、それを持ってると1300万。すごいね。ポケモンカード頑張ってるだけでもう、どんどん資産が増えてくってこと？そうです、そうです。売り時。ウルトレです。売り時のすけです。さあ、本日はポケカのニュースですかね。はい。世界で最も高額でレアなポケモンカードトップ20をご紹介いたします。なるほど。そういうのをショートでいっぱいやってるね、先うちでね。そうです。更新されてるってこと、これは。更新されたりはするんですけど、結構このあたりは不動のトップメンバーみたいな感じですね。これ今までやってない。これ今までやってないです。なんと、盲点ですね。やったもんだと思うわ。やってなかったです。世界で最も高価なポケカベスト20。はい。今まではどんなランキングでしたの？今までは日本国内の値上がりランキングとか。ああ、そういうこと？はい。あ、実際本当に一番高いやつを教えてくれるってこと？そうです、そうです。なるほど。どうせピカチュウ系か可愛い女の子系がランクインしてくるんでしょ？大体合ってますね。なってる。じゃあ、そんなポケモンに詳しい人もそうじゃない人も、この辺が入ってくるんじゃないのかなと想像しながら見ていきますか。はい。リザードン、不思議だね。ちょっとやめてください、それ以上は。そのあたりじゃないですかね。そんなに詳しくない私でもその辺だったら出てきますけど。じゃあちょっと楽しみに見ていきましょう。売る時で月に100万円以上の利益が出てる買取店が増えてきてます。今なら買取集客の成功と失敗の事例集を無料でプレゼント。詳しくはコメント欄から。では早速ご紹介していきます。第20位、2002年初版、不思議な山脈クリスタルリザードン。あ、やっぱリザード入ってきますね、ここで。はい。こちら、落札価格が4万800ドル。4万800円じゃなくて4万800ドル。4万800ドルです。今日、9月8日のドル円が147円ぐらいなんで、日本円にすると599万7600円です。199万。はい。もう600万なの、リザードも。そうです。これが20位。はい。やばいな、これ。1位の方までいったら多分家建つな、この感じ。ですね。行きましょう、サクサク。はい。では続いて、第19位。2004年、ポケモン EX ロケット団リターンズホロ、アチャモゴールドスター。こちらが落札価格4万3200ドル。日本円にして635万400円になってます。では、第18位、2005年ポケモン EX デオキシスゴールドスターホロレックウザですね。はい。こちらが落札価格4万5100ドル、日本円にして662万9700円です。もうちょっとしたロレックスですね。ちょっとしたっていうか結構いいロレックスですね。この人成功してんなーって思う人がつけてるロレックスの金額いってますね、これ。はい。レイトナ以上じゃないですか。うん。すごいですよね。では続いて、第17位、1996年ポケモンジャパニーズベースセット不思議花ホロ。お、来た。不思議花。こちらの落札価格が5万5000ドル、日本円にして808万5000円と。急に飛んだね。はい。リザードンより不思議花の方がいいってこと？まだ待っててください。失礼。まだあるんですね。はい。売り時。では、同率14位、1999年トロピカルメガバトルナンバー2トレーナー、落札価格が6万ドル、日本円にして882万円となっております。トロピカルトレーナーって懐かしい。トロピカルトレーナー懐かしいですか？え、最近？いや、結構古いですね、これは。1999年なので。けど、なんか懐かしいなと思って。その響きにってことですか？あの、パイナップルみたいなやつ見たことある。あー、なし。確かに。では続いて、同率14位、2003年ビクトリーオーブミュートロフィー、落札価格が6万ドルで同じく882万円となっております。ミュー。ミューですね。はい。こんな買い方。ミューは昔からでも可愛いですからね。そうだっけ。はい。ミュー2がいかついんだっけ。ミュー2がいかついです。人間に悪意を持ってます。魔人ブーのなんか悪みたいな感じ。そうです、そうです。ミューはむしろ可愛いですね。いたずら好きで。では続いて、同率14位、3つ目ですね。2000年ポケモントップスクロームシリーズ1テクノリザード。お、こちらも落札価格6万ドルで882万円という形ですね。こちらはですね、通常のポケモンカードとは違うテイストのもので、今回ご紹介しているカードとはまあ異なるんですけれども、とあるコレクターはこのカードがあまりにも美しいということで6万ドルも費やしたということですね。逆襲のリザードも来ましたね。はい。なるほどね。はい。では続いて、第13位、2006年 EX ドラゴンフロンティアズリザードンゴールドスター、落札価格が6万66ドル、日本円にして882万9702円ということで、またリザードンが続いたんですけれども、こちら特徴的なのは悪タイプのリザードンなんですよね。黒いリザードンだね。はい。なのでよりかっこいいなと私は思うんですけれども。より悪そうですね。より悪そうですね。これは何、いた？ゲームで。ゲームでも色違いで多分出てきます、このリザードン。ついていけてね。では続いて、第12位、1999年64マリオスタジアムベストフォトコンテストラッキーですね。こちらが落札価格が6万3000ドル、日本円にして926万1000円となっております。900万円台来ましたね。はい。確かにこのポリゴンっぽさが64だね。そうなんですよ。ポケモンの写真を撮るようなゲームがあるんですけど、うん、それのベストフォトコンテストみたいなのでもらえるカードでした。はい。では続いて、第11位、1999年ポケモントロピカルメガバトルトロピカルウィンドウです。これなんだっけ、こいつ。コダックです。コダックだ。後ろにいるのがプリンです。2匹いるの？かわいい。かわいいですよね。コダック好きなんですよね、私。うん。はい。こちらが落札価格が6万5100ドルで、日本円にして956万9700円となっています。
いや、いくら可愛くてもこれだけが56万出せるな。なかなかやばいね。やばいですよね。世界最高のプレイヤー50名のみが招待されたところで配布されたようですよ。やべー、はい、売り時。では続いて第10位、2005年ブラッキーゴールドスターホロ、落札価格が7万ドル、うん、日本円にして1029万ドル。1000万超え、1000万超えです。はい、かっこいいもんね。ブラッキーやっぱかっこいいですよね。 EV からの進化系では2番目に好きです。ちなみに1番は AFI です。さあ入ってるんでしょうか。では続いて第9位、1998年玉虫大学コイキングですね。コイキング懐かしい。こちら落札価格が7万8000ドルで1146万6000円となっております。龍の怒り懐かしい。はい、戦えるコイキングですね。玉虫大学というのは架空のポケモンの世界の大学なんですけど、うん、そこのシンボルになっているのがコイキング。あ、そうなんだ。はい。コイキングをシンボルにしてるの、なんでなんだろうね。ギャラドスになるからですね。コイが滝を登ると竜になる。ああ、成長するみたいな。そうです。なるほど。ちょっと雑談でしたが。続いて、第8位。1999年、ナンバーワントレーナー、シークレットスーパーバトル参加券ですね。こちらが、落札価格が9万ドル。日本円にして1323万円となっております。これ、ミューかなんか。これはミュウツーですね。これはミュウツー。はい。地方予選の勝者に与えられて、そこから、スーパーシークレットバトルっていう日本一決定戦への参加権を兼ねたカードになってます。何枚なの？世の中で流通してるの？世の中で流通してる枚数はちょっと定かではないんですけど、グレーディング期間に出されたカードでグレード付けされたのは7枚。え、そうか、そのシークレットスーパーバトル日本一決定戦、ここに行くのにすごい難関な道のりがあるわけね。そうです。なのでもうこれは強者の証ですね。え、それを持ってると1300万。はい、すごいね。ポケモンカード頑張ってるだけでもうどんどん資産が増えてくってこと。そうです、そうです。やばすぎる。プロトレカゲーマーみたいな感じですね。ね、ポケカの転売屋とか言いながらその辺のトレカプレイヤーよりもよっぽど強く極めちゃってるみたいな。はい、では続いて第7位、1998年、トロフィーピカチュウゴールドということで、こちらもナンバーワントレーナーに配布されたものですね。こちらの落札価格が12万8900ドル、日本円にして1894万8300円となっております。こちらもグレーディングに登場したのは7枚だけみたいですね。そうそう、都内でマンションに買えそうですね。はい、確かに2000万円にタッチしそうですので、ね、では続いて第6位、2000年、ポケモンネオジェネシス第1版ルギアポロ、落札価格が144,300ドル、日本円にして2121万2100円となっております。1000万超え。はい、やっぱホローがいいんですね。そうですね、ホログラムの方が高い傾向にあるみたいですね。ルギアだからかっこいいからみんな欲しいんでしょうね。売り時。続いて第5位、1998年、ガルーラホロファミリーイベントトロフィーカード、こちらが落札価格が15万100ドル、日本円にして2206万4700円となっております。懐かしいけどなんでガルーラがそんなに価値が高騰してるのか。希少性が高いっていうのはあると思うんですけど、このトロフィーが得られるバトルは親子で参加する、条件が加わってるってこと。そうです、ガルーラもお腹の中に子供を抱えて戦ったりするんですけど。はい、なのでより獲得が難しいカードと。しかも98年に親子で行かなくちゃいけないんだもんね。そうです、そうです。では続いて第4位、2017年、石原サイン入り GX プロモカード。何これ。これはですね、ポケモンの創設者兼社長である石垣さんが書かれているカードで、60歳の誕生日のお祝いとしてポケモン社のスタッフに配られたカードで、やば、社長チップスとかあるけどね、ベンチャーの社長カードみたいなね。そういうのもあるけど、それのもう最強版だよね。そうですね、落札価格で24万7230ドル、ってことなので日本円にすると3634万2810円ですね。なんで社員だったらもらえたのこれ。みたいですね、社員に配られたっていう風に言われてるので。最強のストックオプションだったね。これはやばいですね。どうなんでしょうね、皆さん持ってらっしゃるのか、結構これ見て売りに出してらっしゃるのか。状態綺麗だったな、最高ですよね。続いて第3位、1998年、ポケモンコミッションプレゼンテーションカメックスギャラクシースターホロ、こちらが36万ドルで落札されております。日本円にすると5292万円。やっぱ高いのベタになってくるね。そうですね、一般にリリースされていないカードということで。あ、そうなんだ。現存するのは2枚だけらしいです。え、これゼニガメの進化系でしょ。あ、そうです、ゼニガメの最終進化系ですね。2枚しかないの。2枚しかないです。どういうこと。このカード自体はマジック・ザ・ギャザリン MTG ですね、うん、こちらの作者であるウィザーズ・オブ・ザ・コーストさんが英語版のポケモントレーディングカードゲームの制作権を獲得する一環として作られたものらしくて、英語版ポケカの本当に試作版みたいなので、まあ、2枚存在は確認されているものの、野生で目撃されたのは1匹だけですっていうコメントがあります。野生ね、はい、では続いて第2位、1999年、ポケモンベースセットリザードン第ポロト。そうだよね、やっぱりザードも一番人気ですよね。予想されたのが全部当たってます。
こちらが落札価格が42万ドル、日本円にして6174万円となっております。不思議だね、ジニガメ、人影か。はい、そうです。人影でみんな始めたでしょ？確かに。私、人影でした。多いと思うんですよ、人影派が。そう考えると、やっぱりリザードン人気になるんじゃないですかね。はい。個人的な意見ですけど、御三家の最終進化系でやっぱ一番かっこいいなと思ってます。そうだよね。さっきカメックス出た瞬間に、リザードンもう一発来いって思ったもんね。え、で、いくらっつった？はい。こちらが42万ドルで6174万円。ちょ、なんも言えねえ。現実味がわかないですね。売り時。では、栄えあるトップ第1位。1998年、ピカチュウホロイラストレーター。こちらが落札価格600万ドル。日本円にして8億8200万円。桁がフリーザの戦闘能力ぐらいなんだけど。本当なんですよ。マジで？そんなに？いきなり？桁変わったじゃん。はい、え、せいぜい1億かなみたいな思ってたけど。8億？はい。今、147円のレートになってるんで、あれなんですけど、当時のレートでも7億円とか。だって、2位が42万ドルでしょ？ 1 位が600万ドルなんでしょ？はい。15倍ぐらい違うやん。やば、ピカチュウ。はい、なんでこのピカチュウそんな高いの？世界に39枚しかない。いや、さっき2枚しかないとか言ったじゃん。どういうこと？39枚が全部600万ドルってことじゃん、それ。はい。え？もちろんその状態が、このカードはもう、ほぼ新品に近い状態なので、その金額がついているという形なんですけど、うん、はい、何回か出品されている中で最高値がついたのが600万ドルと。ちょっと入れそうだな、これ。直円でしょ？そうです。下手したら、この辺の上場企業より価値高いですよ。そうですね。39枚配布されたとはいえ、現存しているのは10枚ぐらいなんじゃないかみたいな。言われてるんで、どんどん価値がさらに高まってくるところがあるんで、むしろ8億円でも今が買い時なのかもしれないです。何を言ってんだ何を言ってんだマジでそっか、じゃあ買おうならないでしょないかちょっとこの後の言葉が出てきますねということで、まあね、トレカ、ポケカ、特にポケカブーム来てますね。はい。ということで、このチャンネルでは、セカンダリーマーケットやリユースに関する情報をお届けしてまいりますので、この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。それではまた、動画でリユース。